一花さんのボランティア精神に感動したんだよ。わ、分かってもらえて嬉しいです。いや嬉しいですじゃないでしょ。だったら言わせてもらいますけど、この店に友達連れてきたのだって浅尾さんに対するボランティア精神ですから。普段からそんなに僕のこと考えてくれてるんだ。浅尾さんのことなんて考えてませんよ。この店がすぐ潰れたら従業員の方々がかわいそうだから言ってるんです。花江ちゃん大丈夫よ。味もサービスも言うことないから長続きすると思う。お客様のお墨付きをいただけて光栄です。これからもどうぞごひいきに。ごゆっくり。